谷村新司の谷テレ。いろんな歌番組とかで、はい、でも私 NHK の江戸スリバンショーの特集の番組で谷村さんと一緒に VTR 見ながらの司会をやらせていただいたことが20代の時に、はい、20代の時に、はい、5年ぐらい5年ぐらい、ほんのちょっと前ですけど、はい、その時にご一緒させていただいて、はい、前にあの何年か前に川崎さんがこの生きるに、ゲストを迎えるいろんな候補の人の話してた時に、森口さんなんてすごくいいと思うよって言ってくれてたんですよ。ありがとうございます、川崎さん。今度ちょっと寒気がするようにガンダムで重なったらちょっとびっくりしますね。いや、そうですよね。やっぱりあのこういうのってほら縁がないと、うん、あのお仕事としてこうオファーするみたいなように、なんかあ必然的にこう縁ができてこうなってきたんだなっていう人と一緒にやりたいじゃないですか。ありがとうございます。だから今回そのガンダムつながりでもあって、うん、はい、グッドタイミングなんじゃないかなと思いました。私あの国立劇場で谷村さんがあの歌をねガンダムが歌われた時に、はい、もう雷走りましたよ、うえ自分はその私森口さんの歌唱力と対応力とということであのこの生きるはどうだという話をしたんで、はい、ガンダムは頭に全くなかったです、うん、全くなかったでもその組み合わせプラスのご縁っていうのがそういうことだったんだな。うん、それも確か去年だよね、スタジオに、そうです、あの芝浦のスタジオ練習スタジオに森口さんが訪ねてきてくれて、はい、それでその、あの砂の十字架を歌いたいっていうことを、はい、あのダイレクトに言ってくれて、谷村さんがその時に、うん、私がガンダムファミリーですねってお電話させていただいたら、うん、いつでもね、うん、歌っていいよっておっしゃってくださって、え、本当にいいんですかっていう話から、うん、でそこからやっぱり縁がつながったんですよ。これ昨年の何月ぐらいの話ですか。12月え、あ、その終わり11月とか12月あれ何月、あ、秋ぐらい、あ、秋、そうそう、秋ですね、秋、へー、リハスタにいて、はい、その時にリハをしてたのはどっち、両方とも、はい、そうですね、そうです、はい、そうなんだ、はい、へーへーへー。